さん、日本。オリジナル第6位、日本の八木沼純子、あの純々がすっかりこの大人の雰囲気になってきました。まずダブルアクセル、トリプルルッツですが、ちょっと回転のスピードが遅かったですね。サルコーもトリプルにならない。ダブルアクセルからダブルトーループですね。ここで気持ちを切り替えてほしいですね。曲は愛と悲しみの果てにに変わりました。フリップは成功、なんとか持ちこたえた。練習で一番苦しんでいたところ、ジプシーのメドレーに戻って場内から手拍子です。トリプルトーループ。後半調子を上げてきました。バレージャンプ、にっこり八木沼純子。フリーの女子は4分間、非常にこうスポーツの要素が高い種目ですが、井原さん、後半こう尻上がりにねジャンプを成功させ、またつなぎも良かったように思いました。そうですね、あのスローパートの中でですね、入ってきたあのトリプルで、まあ、ある程度あの気分転換ができたんじゃないかと思いますね。前半少し硬くなって失敗だったんでしょうかね。あの非常にあの膝とか足首とかですねよく曲がって、滑りも決して悪くはなかったんですね。
トリプルトーループダブルトーループですね、自分でこの曲とこの曲を使ってやってみたいとかなりこう自分の気持ちを前面に出すようになってきた、まあ、これは福原コーチの話なんですが、5歳の時から始めたこのスケート、大学1年生になって、まあ、どうでしょうか、4年前のカルガリーオリンピック15歳出てて、その後期待が大きかっただけにね、なかなか本人もプレッシャーあったと思うんですけども、まあ、今日はちょっと残念だったんですけれども、実際にはトリプルルッツとかですね、各種ジャンプが非常に良くなってきつつあるんですね、まあ、それだけに惜しいなっていう気がしますね。なるほど、テクニカルメリット、まあ、どちらかという技術的評価という部分ですが、5点台の前半です。福原コーチに自覚して練習しなさいとこの一言しか言ってませんという話を聞きました。そしてアーティスティックインプレッション5.4 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 5.4
3位という順位になっております。9番